こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、40代のスニーカーはこの3足だけあればいいというテーマでお届けをしてみたいなと思っています。日頃動画を発信していると40代の大人世代からですね、いや僕たちはどんなスニーカー履けばいいですかというご質問をいただくことが少なくないんですね。確かに僕ら世代だとですね、10代20代ぐらいはよくスニーカー履いてたんだけど、大人世代になったらどんなスニーカーを履けばいいのかってですね、悩む方も少なくないかなと思うんですね。しかもここ最近ってどんどんですね、ファッションの世界もカジュアル化の波が加速してる感じがしますので、レザーシューズとかを休日に履くっていうことも僕自身だいぶ減ったんですね。かつては僕自身も休日であってもレザーのローファー履いたりだとか、 U チップのレザーシューズ履いたりだとか、ちょっときれいめな雰囲気の靴を履くことも多かったんですが、もう最近はですね、ほとんどスニーカーになってしまったんですね。それぐらいですね、スニーカーブームというところからスニーカーというのがもう一般的にあらゆるシーンで履かれるようになってきたのかなと思います。もちろんカジュアルでも履くし、ビジネスカジュアルであっても結構スニーカーで OK という職場も増えたと思います。そんな中で今回は40代の大人の男性が履くべきスニーカーということで、改めてお伝えしたいなということで3つ選んでみました。ぜひ皆さんもですね、今回の動画を参考にしながら今後の靴選びですね、お楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、まだの方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからは具体的に40代の大人の男性に似合うスニーカーをですね、皆さんに解説したいなと思ってるんですが、まず一つ目ですね、これは外せない定番中の定番ですね。皆さんも予想通りこちらですね、白系のレザースニーカーですね。これは外せない存在かなと思います。おしゃれ初級者の段階から意外とですね、中級者以降の方でも白系のレザースニーカーってあると便利なアイテムなんですね。僕も白系のスニーカーはたくさん持っていますが、今あるようなオールスタークップというものですね、これはコンバースのものなんですけども、こちらは最もオーソドックスで、あらゆる大人の男性に似合いやすいような白レザースニーカーかなと思います。良くも悪くもめちゃくちゃシンプルなんですよ。なので大人の男性ですね、40代以降の方にも非常に似合いやすいです。なぜ白レザースニーカーがいいのかというと、40代以上の大人世代になると着こなしにおいては清潔感だとか一定の綺麗さ、このあたりが非常に大切になってくるからなんですね。白系のスニーカーというのは履くだけでパッと足元が明るくなりますし、ホワイトという色自体が清潔感の象徴なので、こういったものを加えるだけでかなりですね、大人の男性は綺麗めな着こなしが完成するのかなと思います。で、白レザースニーカーといっても実はいろんなブランドから出していますので、その中でどれをチョイスするのかって結構難しいんですが、例えば定番的なアディダスのスタン・スミスだとか、あとはナイキのエアフォースワンだとか、このあたりもすごく使いやすくて大人の男性の中にもファンが多いんですが、個人的にはブランドのロゴですね、このあたりの主張があんまりない方が使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。そういった点では僕が今持っているオールスタークップですね、一応ブランドロゴがですね、このタンの部分に入ってるんですね。オールスターという形でですね、入っているんですが、この部分ってボトムスが乗っかってしまうと見えることがほとんどないんですね。見えてる部分のアッパーのレザー部分には一切ブランドロゴがないので、主張がなくてかえって使いやすいんですね。スポーティーに振りすぎてないというところでは、もちろんカジュアルな着こなしにも合えば、ビジネスカジュアルですね、セットアップに合わせてもいいという意味では、これ一足あるとすごく使える範囲が広いので、個人的にはブランドロゴの主張はあんまり強くない方がいいんじゃないのかなと思っています。ただこのオールスタークップすごく使い勝手はいいんですけど、履き始めちょっと硬かったりだとか、そのあたりにはですね、やや難点はありますが、履き慣れてしまえばすごく使い勝手のいいスニーカーだと思うんですね。あともう一つ懸念点があるとしたら、このオールスタークップレザーの質感もいいしシルエットも綺麗なんですけども、結構ですね、無難に見えてしまうというところ、もうちょっとエッジ効かせたいんだよなという感じるところもあると思うんですね。そんな時に使うと便利なのが、普段から僕がよく出しているこちらですね、ジャーマントレーナーというですね、デザインになってきます。こちらの方が正直ですね、ちょっと癖があるんですね。デザイン的にはアッパーにですね、普通のレザーとスエード、この2つが使われていまして、色味もちょっと変化があったりすることが少なくないんですね。あとはこちらはですね、ソール同じホワイトで揃えていますが、ちょっとゴムのですね、ブラウン系のものを使われていることもあったりすると、それまたですね、ちょっとやぼったさだとか男臭い感じになったりするので、
で、そのあたりはちょっと賛否両論があったりするんですけども、このようなオールホワイトのジャーマントレーナーは比較的使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。今僕が持っているのはグリーンレベルのジャーマントレーナーなんですが、まあ、他にもですね、リプロダクションオブファウンドだとか、あとはメゾンマルジェラだとか、このデザインを生かしたようなスニーカーって本当にいろんなブランドがやってるので、おしゃれ中級者以上の方にとってもすごくですね、親和性が高いスニーカーかなと思うので、オールスタークップだとちょっとシンプルすぎるかなという方はこちらのようなジャーマントレーナーの方が使い勝手がいいかなと思います。そしてこのような白レザースニーカーのシンプルなものの中でもうちょっとグレードを上げるとしたら、ユナイテッドアローズがオリジナルで作っているアーロンというですね、スニーカーブランドがあるんですけども、そちらの白レザースニーカーですね、ちょっと画像も見ていただきたいなと思うんですが、これが非常に完成度が高いんですね。僕自身も日頃のスタイリングでよく提案しているスニーカーで、革の質感もいいし、シルエットもいいし、あらゆるスタイルに収まりが良くて、人との違いも出せるという意味ではすごく使い勝手のいいスニーカーかなと思うので、同じ白レザースニーカーでもいろんな選択肢があって、どれがストライクかは結構人それぞれなんですが、まあ、ぜひ1足目としてはこういったもの持っておいていただければかなと思っています。はい、続いて2つ目の40代の男性に似合うスニーカーなんですが、こちらですね、ちょっと意外性があるかもしれませんが、ニューバランスのスニーカーです。結構ニューバランスのスニーカーって旗から見るとですね、あんまりデザインの違いがわからないようで、本当にいろんな型番があるんですけども、まあ、その中でまずは使い勝手がいいなと思うのは CM996 ですね。これはまず失敗ないでしょうというような基本中の基本のスニーカーになってくるかなと思います。かつては僕はニューバランスのスニーカーって40代とか50代の大人の男性にはあまりお勧めしてなかったんですね。これなぜかというと、もともとのニューバランスのイメージってちょっとおじさん臭いだとかダサいだとか、まあ、そういったネガティブなものが多かったんですね。靴の量販店で1万円未満で買えるような割とおじさんが履いてそうなランニングシューズのイメージが強かったので、ちょっとですね敬遠される方が多かったんですが、さすがにですねニューバランスもここ数年ずっとですね人気があって、最近はもうナイキに迫るぐらいの人気があるぐらいなので、割と世間的にもニューバランスの魅力というのが浸透してきたかなと思います。そういった背景を踏まえながら、40代の大人の男性でもですね一足は持っておいてまず間違いがないのがニューバランスのスニーカーかなと思っています。もちろんデザイン的にはそんなにですねシャープさはないんですね。さっきの白レザースニーカーって要素で言ったらすごくシンプルで全くゴテゴテ感がないんですが、ニューバランスのスニーカーって良くも悪くもちょっとこうゴテゴテとしたいわゆるランニングシューズ感が強いスニーカーなんですね。だけども履いてみるといろんな着こなしに合うというですね、そういった魅力があるのがニューバランスの不思議なところだなと思います。まあ、今日の僕のようなシャツのようなスタイルにもニューバランスはもちろん合いますし、夏場の短パンスタイルなんかにももちろん合いますが、ただですねこのネイビーのセットアップのようなちょっと綺麗めな着こなしの中にも合ってしまうというですね、不思議な魅力があるのがこのニューバランスなのかなと思っています。でニューバランスいろいろあって本当に安いものから高いものまであるんですが、その中でも個人的におすすめなのが CM996 なんですね。結構価格帯的にもそんなに高すぎないので買いやすいですし、在庫量としても結構安定しているのでいろんなショップでも比較的買いやすいかなと思います。でデザイン的にもニューバランスの中で木をてらうことのないような本当に王道的なデザインになってますし、グレーの質感だとか N のロゴの大きさだとかそのあたりも含めて様々なスタイルに溶け込みやすいので、まあ、ここから入ってもらうのがいいんじゃないのかなと思います。でカラー展開いろいろとあるんですが、ニューバランスの王道といったらやっぱりグレーなんですけども、ただこのグレーというカラーにはおじさんっぽさだとかやぼったさ感じる方もゼロではないと思うので、そういう場合はこちらですね、ネイビーが意外と使い勝手がいいかなと思います。色が持つ清潔感だとか、あとは色が濃いことによるですねカチッと感もうまく表現できるので、ニューバランスのネイビーというのはグレーに続くすごく使い勝手のいいカラーの一つかなと思います。まずは996ぐらいから入っていただいて、もしくは最近ですね割とこういろんなカラーが出てきていて、おしゃれ中級者ぐらいの方までですね人気の高い 2002R というシリーズですね。このあたりも使い勝手がいいので、まあ、このあたりどちらがいいかというところは人によるかなと思うんですね。まずはオーソドックスに行きたいんだという場合はこちらの996がいいと思いますし、トレンド感もうまくミックスさせたいんだという場合は 2002R がすごく使い勝手がいいかなと思うので、この2択で持っておくと便利かなと思います。
まずは僕が普段お伝えしているようなブラック系のイージーパンツですね。それに対してニューバランスを合わせてもらえば、まず失敗することはないですし、ちょっときれいめな着こなしと合わせた方が40代の大人の男性にはこのようなニューバランス合うかなと思います。先ほど短パンにも合うと言いましたが、短パンにニューバランスだと結構カジュアルになるので、ちょっとシャツに合わせてみるだとか、ニットと合わせるだとか、きれいめな着こなしの中にうまくミックスしていただくとすごく使い勝手がいいので、トライしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト3点目の40代の大人の男性に合うスニーカーなんですが、これですね、まあ外せないアイテムだと思います。黒系のレザースニーカーですね。これもですね、僕動画の中で何度かお伝えしているので、知ってる方、持ってる方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあ今ですね、大人の男性が履くべきスニーカーの中で最もきれいめで、僕はローファーの代わりになるのがこの黒レザースニーカーなのかなと思っています。これさえあれば意外とですね、ビジネスシーンでも使えてしまうことが少なくないんですね。僕もいろんな方を日頃からスタイリングしていますが、意外ともうスニーカーでも OK ですよという職場もあるんですが、とは言ってもスポーツブランドのロゴが入ってたりだとか、もろランニングシューズみたいなものを履いていくとちょっと厳しいなということも少なくないかなと思うんですね。まあ、ニューバランスのスニーカーなんかまさにその代表例かなと思います。分かる人には分かるんだけども、未だにですね、ランニングシューズのイメージが強くてちょっとカジュアルすぎないと思う方も少なくないかなと思うんですが、そういう場合白レザースニーカーという選択肢もありますが、それ以上にきれいめに見えてローファーよりはカジュアルなんだけども、割と使い勝手がいいというところでは、こういったブラック系のレザースニーカーですね。その中でもアッパーはブラックで、個人的にはこのソールの部分はホワイトの方がいいと思ってるんですね。まあ、オールブラックのものも結構あったりして、僕も試してみたんですが、結構ですね、着こなしの中で足元が重たすぎてしまったりだとか、何履いてっかよくわかんないみたいになるんですね。足元が良くも悪くも何の個性もなくなってしまうので、まあ、それよりもちょっとソールぐらいはホワイトにして抜け感があった方が、僕は適度なカジュアル感があって使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。まあ、いろんなブランドからこういったブラック系のレザースニーカー出ていまして、僕はこのナノユニバースがやっているダメリードのですね、レザースニーカーを長らくですね、皆さんにお勧めしてきましたが、これもう定番的にずっとやり続けているので、これからもですね、皆さんにはチェックしていただきたいようなスニーカーの一つかなと思います。その他には結構おすすめなのがザラなんですね。ザラでもこのようなブラックレザー調スニーカーがあるんですね。あくまでレザー調ということで、レザーではないんですね。いわゆるフェイクレザーみたいなものなんですが、ほぼほぼ見た目はレザーに見えます。全くフェイクっぽく見えないので、まあ、この辺りで代用するのもいいと思います。定価で買うこともできれば、割と頻繁にセール価格になっていまして、 30% オフとかで割とこう4000円とか5000円ぐらいで買えることも少なくないので、ちょっと予算感を抑えたいのであれば、結構ザラのレザー風スニーカーは使い勝手がいいかなと思うので、このあたりも含めてチェックをしていただきたいなと思います。主にどういったシーンに合わせるのかというと、ちょっときれいめなカジュアルとして、セットアップに T シャツみたいなスタイルにこういったブラック系のレザースニーカーを合わせたりだとか、あとはポロシャツにデニムみたいなスタイルであっても、足元をこういったブラック系のレザースニーカーにすることで一定の綺麗さが出たりするので、割とローファー感覚で履けるのがこのスニーカーの良さなのかなと思います。まあ、白レザースニーカーと比べて、やはりですね、清潔感というところで言うとホワイトの方がパッと明るくていいんですが、ただホワイトにも弱点がありまして、汚れやすいんですね。これはもう想像通りかなと思うんですが、それなりに汚れやすかったりするんですが、ブラック系のレザースニーカーはソールの部分だけですね、ここだけ気をつけていただければ、あとはアッパーはそこまで汚れが目立たないので、そういった面でも割と使い勝手がいいのかなと思います。まあ、ぜひですね、皆さんも大人の持つべきスニーカーの一つとして、ブラックのレザー系のスニーカー、頭の片隅に置いていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では40代の大人の男性のスニーカーはこの3足だけあればいいというテーマでお届けをしました。まあ、結論を言うと、このようにですね、白、グレー、黒、それぞれのスニーカーを持っておくとすごく便利かなと思います。それぞれ立ち位置がしっかりとありまして、まずはベーシックで使いやすいようなド定番の白レザースニーカーがあれば、さまざまな着こなし、何も考えなくても大体の着こなしに合ってしまうよというところでは使い勝手がいいかなと思います。そしてセットアップだとか、ちょっとビジネス調の着こなしまでしっかりとカバーできるのがこちらブラック系のレザースニーカーかなと思っていまして、汚れも結構気になりづらいというところではすごく手間も省けるような一足かなと思います。
そしてこのあたりのスニーカーは割とこうシンプルなので、どこかトレンド感を出したいなとか、少し違ったテイストをスポーティーな要素を取り入れたいなという場合は、まさにこのニューバランスのスニーカーというのがちょっとこうデザイン的にもゴテッとしてるんですね。良くも悪くも、そのあたりが着こなしの中で新たな方向性を見せてくれますし、なおかつトレンド感というところも気軽に表現できるので、このあたりさえあれば僕はもう十分にですね回ってしまうかなと思うので、ぜひ皆さんも頭の片隅に置いていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしたいなと思っているんですが、普段の動画ではなかなかお伝えできないようなおしゃれ中級者向けのですね内容は、僕はもう一つ展開してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、専門ブランドまで、結構僕自身が好きな着こなしだとかアイテムをどんどんご紹介しているようなチャンネルになっていまして、週にオリジナルの動画を2本出していまして、それに加えて週末にライブを1本やっています。皆さんからのご質問に直接お答えするような形でワイワイと楽しくやっていますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見れない方のためにオンラインサロンっていうものもやっています。こちらの方では文章と写真ベースでいろんな記事をアップしているんですけども、割とサクッと読むことができるので、時間がない方にでもですねおしゃれの最新のアイテムですとかコンテンツの解説を見ていただくことができるかなと思います。僕も毎日更新をしていますし、僕以外のスタイリストだとか専門家の方も記事を書いてくださっています。また参加者の皆さんも記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな大人の男性が集まるようなそんなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。